慶の父祖はどのようなお方であるか。秦は中山西王の子孫、後継皇帝閣下の元孫、劉裕の孫、劉光の子でございます。劉裕の孫、劉光の子。すると慶は秦の叔父ではないか。勅命を下す。劉備を左将軍、議場抵抗とする。陛下のご恩に感謝いたします。満天勝負。弁士が劉備を叔父と認めたこと、曹操殿に益なしかと存じます。問題はない。公祝とされたとて、わしが天使の御事乗りとして礼を発すれば、奴も服さぬわけにはいくまい。ましてや奴は巨都に留めている。名は天使に近いといえど、実際はわしの手の内だ。何を恐れることがある。わしの懸念は大尉の楊彪が袁術の親戚ということだ。もし袁紹、袁術と内容をしたら、その害は深いぞ。すぐに覗かねば。今や我が君の名声は日ごとに増しております。なぜこの機に歯を讃えようとなさらぬのです。朝廷には重臣が数多く、迂闊な真似はできる。ここは天使に狩りをしていただき、動静を見極めようではないか。すでに最高の馬や鷹、犬を選び、弓矢も整っております。兵も城外に集めました。どうか天使も狩りにお出かけくださいます。狩りだと？秦は無益な殺生は好まぬ。古代の帝王は春に採集し、夏に苗を植え、秋に漁をし、冬に狩りをしました。四季折々に城外へ出て武を天下に示したのです。今は天下が乱れている時、狩りによって武を示されるべきです。では慶の言う通りにしよう。だが秦は劉備と関、それに張飛も呼んで一緒に行きたい。満天勝負。上層乱舞。我が名は関羽、挑む者あれば名を名乗れ。満天勝負。人心を得て初めて天下を得られる。満天勝負。世は乱世、力ある者こそのし上がる。満天勝負。秦、劉備の狩りが見たいぞ。この劉備、御意に従います。曹操もやってみてはどうか。御意。曹操め、天使をないがしろにするとは。今のうちに覗かねば、後の災いとなるでしょう。今は抑えよ関羽、軽々しく口にしてはならん。